はい、かもほチャンネルでございますというところで、えー、久しぶりにね、えー、収録動画を撮っておりますけども、まあ、大津彩香さんね、あのー、ツイッターで、ぐじぐじ言ってて、え立、ー、花さんがね、引用リツイートして、大津彩香よ、みたいな感じでね、まあ、えー、ツイートしたりしてますけど、あのー、大津さんね、あなた破産者なんですよね。で、破産管罪人という人が、もう、ついてるんですよね。 だからもうジタバタせずに、あの、黙っといた方がいいんじゃないですか。あのー、未だに自分が代表だとかね、えー、思ってる可能性あるけど、それを言い続けたからね、結果今こんなことになっちゃってるわけで、あのー、私いじめられてるんです、みたいな感じのね、テンションで、なんか言ってたり、あと、 まだになんか立花隆のここがおかしいとか、このお金がなんちゃらでとかね、あの、ツイートしたりしとる、しおるけど、いやいや、それはね、もう、関西人っていう人が調べてくれるから、想像憶測で物言うなと。ね。それの証拠が出せんかったから、この一年間ダラ,ダラダラダラズル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 、ね、来たわけでしょ。それをね、もう関西人さんが入ったのに、 まだ言ってる。全然状況が把握しきれてないというか、ていうかね、あなたの周りにいる人ってバカしかいないの。誰か教えてあげたら、そんなんね、あのー、少なからずね、村岡弁護士の動画とか、立花さんの動画とか、えー、または、それを元にね、これってどういう意味なんやろうか、みたいなんで、Google で検索するとか、そういうのした方がいいよ。学んだ方がいいよ。あのー、 自分の頭の中でねえ、こうなればいいな、おそらくこうなんだろう、えー、結果こうなるはずだ、みたいな感じで、自分の狭いね、視野の狭い世界の中で生きてるようにしか僕には見えないし、今自分がどのような立場に置かれているか、で、何を、えー、最優先としてね考えなきゃいけないかっていうと、債権者の皆さんでしょ違います債権者に対して、ね、説明しますって言って、ね、 日にちまで書いて、で、えー、会場費が3時間で6万,円6万円ぐらいかかる会場を借りて、告知して、ね。で、立花さんが動画でね、村上弁護士と映ってた動画で、あ、俺もそれ行くわと。俺も債権者やから行くわということで、 ミンツク島のなんか事務局かなんか知らんけどその電話番号に電話したら通じなくてでその動画をおそらく見たのかその電話の留守電を聞いて、えー、焦ってビビったのか、えー、その債権者あ説明会に債権者を一人も入れないとで、えー、フリーランスのユ、えーチューバーとかなんか、えー、その新聞記者みたいなそういうのは身分証を提示してもらったら入れますみたいな。 なんかこと言おるけど、いやいや、何の意味があるのそれ。何の意味があるの債権者説明会っていう名目で人を集めるのに、会場も借りるのに、債権者が入れないいや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 、お前題名のない音楽会かみたいな風に僕はね、イメージ的に思ったけど、違和感しかないよ。債権者は入れない債権者集会みたいな、題名のない音楽会みたいな。テレ朝かお前と思ったけど、 何がやりたいんだろうなそんなに立花さんのことが怖い怖い怖いよねそら怖いよねだから言ったじゃん。俺、冒頭ね、1年前、3月末、4月頃かな動画で言ったじゃん。あやかって、聞けって、大津聞けって。立花隆を相手にして、ね、敵に回したら、ダメよって。 いいあんまりのところで引き際を見つけて、謝りなさいって、俺動画で何回も言ったよね。でも、あなた、謝らなかったよね。だから結果、ここまで追い込まれてるんだよね。まだまだこれから、さっきね、追い込まれていくけど、自業自得やからね。何度も言ったけど、誰も大津彩香なんかに期待もしてないし、ね、投票もしてない。ね。なのに、もう関わらず、政党助成金をね、使い込んでる恐れがある。 国民の民意を得てもない人間が。それはあかんよね。申し訳ないけど、大津さん。俺らね、NHK 党支持者、立花隆支持者が投票したのは、ね、その1票250円、比例もね、投票すれば合計500円、1国民1人当たりの、えー、政党上責任というのが NHK 党に国からこう押される。 ね、地理も積もれば山となって、それが何億円にもなる。それで NHK の被害者をお守りしてくださいね。立花さん、そのお金使ってくださいね。で、それに関して、例えば移動するのに車がいるんだったら車も買えばいいし、ね、あの、住むのにマンションが必要なんだったら住んだらいいし。それ誰も、俺ら文句言ってないよ。投票した人間は、有権者は。文句言ってるの、投票もしないであろう。ね、いきなりポッと出てきた大坂さん、あんただけや。 あんたが立花隆の車側とか言っとうのねあの所持してるものやからとか言ってるけどそもそもその塔あなたのものじゃないやん立花隆の塔じゃん斎藤健一郎の塔じゃん何やってんのそもそも根本根っこが間違ってるやんね何やってんの何言ってんのとしか 有権者を見てませんよ。誰も何度も言うけど、あなたに期待なんてしてないし、あなたに NHK 問題が解決できるなんて誰も思ってもないし、ね、えー、NHK の専門委員会、対策専門委員会みたいな作りましたって言うけど、それが稼働してるような実績も何もないし、そんな動いてるの本当に。動いてないよね。言ってるだけだよね。で、何度も言うけど、関罪人さんが入ってるってことは、あなた、 何もできないのが本当なのに、え、何軽々しくツイートとかしてるの何まだ代表ずらしてるのそれやめた方がいいよ。そもそも。で、そもそも、債権者説明会とか、記者会見とか、勝手にあなた開いていい立場じゃないでしょう関西人さんに聞いた私こういうことしようと思いますって。やってもいいですかねって聞いた。聞いてないよね勝手にやってるよねそれ大丈夫それ、 ダメやと思うで。っていうことを、あなたの周りにいる人、誰か、教えてくれないの教えてもらえないのなんかおるんでしょ何人か、周りに。ね教えてくれないのえ、あなたを支援してる人って、なんか名前を出してる数人と、あと、ね支援してるよ、応援してるよって、文字で言ってる、ツイッターの匿名の、ねアカウントのみでしょで、 えー、ノーとかホームページか忘れたけど、フォローしてるの80人とかでしょそのレベルでしょいやいやいや、誰に喧嘩売ってんの立花隆也で相手。ね、日本最大の大き特権益 NHK と長年一人で戦ってきて、ね、国政政党になって力をつけてきた、立花隆也で。誰に喧嘩売ってるか分かってる大津さん。それ今まで何回も言ってきたけど、身の程知らんから、 ね、ここまで来ちゃったよね完全にさんついちゃったよね破産認定認定されちゃったねもうええところでね和解は絶対にあなたの場合性格上しないだろうけどももう逃げられんよなんか調子に乗って代表面できるのもね今のうちやでって何回も言ってきたけどもうその今のうちっていうのを超えてるからねすでに破産決定してるから そこをよくね、認識して行動した方がいいよ。ツイッターなんてのんきにポチポチやってる場合じゃないよ。以上です。徳島勝利 NHK をぶっ壊す。